今年のゴールデンウィークどっか行きました？つうか、ゴールデンウィークがあるならさ、シルバーウィークもないとおかしくね？あんの？あれ？有給取らない人？今年有給1日取るだけで7連休作れていいよ？仕事人間ギャートルズ。ん？ああ、今年の GW でしょ？今年7連休とかあるもんね、GW。ね、GW。まあ、ずっと家かな。あ、俺ゴールデンウィーク家で映画見まくろう。1日3本ずつぐらい見ようかな。そしたら7日間だから、3、7、21本だ。やばくない？あ、俺ゴールデンウィーク本読みまくろう。1日1冊読んだとしたら、7冊読めるじゃんね。もしこの7冊が全部自己啓発本だとしたら、さすがに人生変わるくない？俺ゴールデンウィーク筋トレしまくろう。どうする？ゴールデンウィーク明け。めっちゃイカつくなってたら。わかんないじゃん。サスケ出ようかな。暗っ。下道で行くの？高速で行こうよ。高速の方が絶対早いから。いや、高速渋滞するけど、下道よりは絶対早い。高速で行こう。だってさ、ニュースエブリィとかで、下道対高速、どっちの家族が早いかみたいな対決するじゃん。俺あれ毎年見てるけど、だいたい高速勝つから、なんだかんだ。高速で行こうって。まあね、まあね、下道の方がいつでもおしっこ行けるから安心だもんね、まあね。ねえ、パパ、ユニバ行こうよ、ユニバ。ユウトもユニバ行きたいよね。マリオいるよ、マリオ。ヒゲのおじさん、マリオ。恐竜もいるよ。ガオーの恐竜、楽しいよ。行きたいよね。ねえ。ほら、ユウトも行きたいってさ。今年もユニバ行くの？いや、ユウトはまだわかんないでしょ、そういうの。自分が行きたいだけじゃん。家ミニオンズで溢れんぞ。いや、旅行中の親子がインタビュー受けてるんだけどさ。パパの顔が死んでてさ。てか私、毎週ゴールデンウィークじゃない？だってゴールデン街で飲んでるもん。